ス FM。 ワクワクしてる？皆さん、ワクワクしてますか？生きていればトラブルはつきもので、思い通りにはなかなかいきませんが、どうせやらなきゃならないことなら何でもいやいやするんじゃなくって、ワクワクしながらやっちゃえばきっと楽しくなるんじゃないですか。そんなワクワクできる考え方を、大分県で一番ポジティブな社長と一緒に考える番組です。吉井清松のワクワク土曜日、始まります。大分県で一番ポジティブな社長、吉井清松です。せーの、いいね。皆さんこんにちは、アシスタントのチャコこと佐々木久子です。今週も始まりました、吉井清松のワクワク土曜日。皆さん1週間お疲れ様でした。この番組では冒頭にヨッシーに会える日をご紹介します。そしてヨッシー清松のちょっとだけいい話、さらにゲストをお招きしてのスペシャルトーク、清松社長の幅広い交友関係の中から毎回一組に来ていただいて、清松社長との関係やゲストの方が今取り組んでいることなどをお話しいただき、番組で応援ができればと思っています。番組後半では清松社長が書かれている物語をお届けします。まずはヨッシー清松に会える日です。清松社長、教えてください。はい、明けて月曜日なんです。4月3日の日ですかね、はい、7時55分から月初の朝礼を行いますんで、はい、ぜひとも会社の方にお集まりください。今回はね、お題がですね、子どもたちに伝える思いみたいな、なんかこういう世の中で、なんか AI も発達して、なんか全ての質問って、親に聞くよりも Google 先生に聞いた方が早く答えが出て正確だって今なってしまってる世の中があるじゃないですか。で、親の言うことなんて誰も聞かなくなって、でもだって YouTuber のなんとかさんはそんなこと言ってなかったよみたいな返事にしかならない。で、それをまあ繰り返してるうちに、こう親が、なんか自分の子供にものを言うときにちょっと遠慮しているような、そういう世の中になってると思いません？確かにね、え、思います。昔の親たちって、はい、自分の子供に自信を持ってそんなことしちゃいけないって言ってたんだと思うんですよ、はい、でもそれがなんとなく言えないようになってしまっている。子供がだんだん成長するとなおさらですね。そうですね、はい、でもそんな中でもやっぱり親は子に伝えるべき、言葉ってあるんじゃないのって、その言葉って何でしょうかっていうのが、お題だったんですよ、はい、でそれについて月曜日、お話ししようかなと思ってますんで、ぜひともね、7時55分お集まりくださればありがたいなというふうに思います。で、ね、まあ、ずっと先の話なんですが、8月12日、はい、8月、はい、8月12日にね、はい、アップダウンさんが行う、桜の下で君との映画を上映いたしますんで、また皆さんのところにどっかで、その情報行くと思いますので、はい、ぜひともチケット買ったりしながら、その8月12日の回、このリスナーさんも含めて、こうみんなでこう盛り上がっていってほしいなというふうに思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、清松総合鉄工株式会社がお届けするヨッシー清松のワクワク土曜日。だからやってることならそんなの全部やめちゃえば、ワクワクしながら本日のゲストです。本日はヨッシーのお知り合いの、そうなんですよ ね、はい、ね、ご紹介させていただきます。株式会社クノーラグランマ藤原真由美さんです。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。あのね、どうして真由美さんと知り合ったかっていうと、はい、実は知ってますかね、宇佐インターのすぐ、降りてすぐのところに、はい、道の駅みたいなのがあって、マホロバ宇佐物産館っていう、なんかそういう道の駅があるんですけど、はい、大人気のね、そうそうそう、道の駅ですよね。いつも車がいっぱい止まってて、あそこ本当に入れないぐらいにいっぱい車があるんですけども、はい、そこに食堂がなかったんですよ今まで、なんか
かたこ焼き屋さんとか、なんかね、点々とはあるけど、ブースがちゃんと4つぐらいあるんですよね。そうそうそう。で、そこに食べ物屋がないなっていうふうに言ってたら、はいはい、私食べ物屋を そこでするんですって言って、で、宇佐で仕事するならまず清松社長に顔を出さんといけんやろうとか言いながらさうちの会社にね来てくれてね。もともと藤原さんとじゃあヨッシーはもうお付き合いはあったって。いやもう全然なかった。だから宇佐で仕事をするならヨッシーに何か。藤原さんはどうしてヨッシーのことを知っていたんですか。あのね、たまたまうちの専務がね、はい、社長様と、はい、同じなんか会社にねいらっしゃったんです。旧三井造船っていう会社で、一緒だったんで、まあ、はい、で、だから専務さんが、宇佐で仕事するなら必ずあそこを通しとけみたいな、会社というのは、そちらの国先なんですよ。国先にある、この久野浦グランマという会社、はいはい、どんな会社なんですか。久野浦というのは私の地域なんです、はい、でグランマというのはおばあちゃんたち、はい、もう地域がもう高齢化して、うんうんうん、若い人がいないんですよ。来るに浦って書いてある。そうですそうです、うん、そうなんですね、はいはい、そこでおばあちゃんたちの生きがい作りをなんか作っていきたいなと思ったりして、はいはいはい、私も行政の職員でしたので、うん、その辺なんか手探りでやってきたんですけど、うんうん、なかなか思うようには進んでないんですけどね、はいはいはい、加工食品を製造してたんです、うん、今まで、うん、はいはい、でちょっとここにありますようにおばあちゃんが作った、はい、ママレードとか、はいはい、そういうのも、はい、地域で採れた、はいはい、果物で作ったりね、はいはいはい、地域のお味噌を使って、はい、味噌、おかず味噌を作ったりね、はいはい、国先で採れたものを中心に、はい、手作りでやってました、はい、もちろん無添加で、はい、そこの専務さんと知り合い。 そう、それで専務が、はい、清松を紹介しますからって言って、はい、うちの会社に来られて、はい、で、はい、あれ土曜日でしたよね。そうですね、土曜日に来られて、はい、明日早速第1回のプレオープンするんで来てくださいみたいな話で。あ、もうオープンされているんですね。今ね道の駅のマホロバ物産館の方で、はいはい、日曜日だけですかね今。そうですね、今ね、うん、ちょっと厨房がまだ整ってないので、うんうん、いつオープンされたんですか。もう厨房3月5日、3月5日の日にね、はい、はい、もうやっぱりヨッシーに話を通したらトントン拍子に。そうそうそうなんですよそうなんですよいやそれでね、はい、もうその大会社の社長様ですから、はい、いやもうちょっとやはり行きにくいなーなんて私も思ってたら、もうとっても愉快な方で楽しくてもう全然 ね、 はい、もう嬉しかったです。藤原さんはなぜその国先なのに、うん、宇佐にお店を出そうと思ったんですか。たまたまね、うち の野菜とかいろんな商品を、うん、物産館に卸してたんです、はいはいはい、でそこ の、 オーナーさんと私もお知り合いだったの で、はい、でこっち来て頑張らないって言って声かけられて、そう、食堂のとこがちょうど空いてたんです、はい、スペースがね、はい、今までね、今までとか撤退されてたんですね。そうですね、はい、で空いてたんで、うん、そこにね藤原さん入ってよっていう話から、うんうん、じゃあもともともう物産館の方にマホロバ物産館の方に野菜などは入れてたんですね、加工品をね、はいはいはい、だからなんですね。もうじゃ結構通っ、栗先からはもう通ってらっしゃったってことですか、はい、そうですすごいな。結構だって40分くらいかかるじゃないですか。いや1時間かかります、ね、1時間かかる1時間かかります。もうそういうことですよね、もう大丈夫なんですかその道筋っていうのは。もうもうなんか目をつぶっててもあここだなというのがね分かるようになりました。いやもう 目つぶって運転したらダメです。危ないね、危ないね、本当。まあそういうことで、お店を出されるということですね、はいはい、前職は、はい、県の職員さんですか。いや市役所です。市役所です。はい、国東市の市役所でしょ。そうです。すごく綺麗なね、今庁舎とっても綺麗になりました、ね、はい、私もよく JA 祭りでね、司会をさせていただいてたんで、国東市所の方によく行ってたんで。あ、そうですか。毎年この時期ですね。そのイベントがプロモートしてたりしてたんですか。あといろいろ
はい、私もイベントね企画するの大好きだからやっておりました。でどうして今の仕事に変わろうと思ったんですか。あのね、私も一応あの早期退職をちょっと3年早く退職したんですけど、はい、そこでやっぱ今まであの市役所の中ばっかしいたんですけど、うん、あの地域の人たちとの交流というのがね、うん、私今まで係がね、うん、秘書したりなんかでこう、うん、あの直接市民との関わりがなかったので、うん、あのアスト国崎という文化ホールができた時にね、うんうん、あの手を挙げていいとこですよね、うんはい、手を挙げて、はい、あの社会教育に移動させてくれというで希望を出したんですよ、はい、そこから市民とのこうあの関わりができて、うん、いろんなイベントを企画したり、うん、で社会教育の先生 の資格も取ったし、うんうんうん、あのなんか市民と関わることが大好き、はいうん、楽しかったですね。だからそういうことでやっぱりあの私が退職してもなんかそういうその皆さんが良かったな嬉しいな、うん、楽しいなということをね、うん、やっていくのがなんか市役所の職員の使命じゃないかなと思って、うん、はい、います。でね、うん、あの土曜日の日にあのうちの会社に来られて、うんまあこれからこういうふうにしたいみたいな話をされて、うんうん、中でですね僕が一番あこの人すごいなと思ったのは、うん、あの 今老人がたくさんいて、うんはい、こう何もすることがない老人がたくさんいる、うんねまあ、とにかくあのご飯は食べれるし、うん、いろんなことは何不自由なくできるんだけど、うん、私がいないとこの世が回らないみたいな、うん、そういうようなあ、はい、なんか自分が社会に関わりを持つ、うんっていう機会があんまりにも少なすぎるんだって、はい、その少ない機会をどうにかこう広げてやりたいっていうのがまず藤原さんが僕に言われたことなんですよ。そうですよね、そうですよね、はい、やっぱやりがいとか生きがいとかがね、そうなんです、必要になってきますもんね、はい、生きるにはね。そうですね、はい、もう、はい、ねただご飯食べてるね、はい、でだけじゃヨッシーもそうですよね。ヨッシーもこんなに活躍してるのに、うん、あと、ね、40年後とかにただただホームにポンと入って、うん、何もない人になったら嫌ですよね。そうそう、何か ね社会に関わってて俺が この世を回してるんだぐらいの感覚が ね欲しいですよね。そういう人でもね ふわっとなってしまうの嫌ですもんね、うん、で、はあ、で私なんかね、うん、あの母が今94歳なんですよ、うん、で今ちょっとあの骨折したりしてちょっと動けなかったんですけど、はいはい、86歳までね私全国のデパートの中の催事に入って母を連れて回ったんです、初めは恥ずかしいこんなところをって言ってたんですけど、いつの間にかエプロンして三角巾してもう皆さんの前でねお餅を作ったりね実演して、もうそれが楽しいって言って今でもね、お話しします、ね、なるほどね、だから今回このマホラバ物産館の方にあの新しくあの入ってらっしゃいますこの食堂の方なんですよね、こちらにはそういういったおばあちゃんたちが作った商品を販売している、はい、そうですそうです、はいはい、もう特に、はい、あのもう いろんなレストランに行くという、うん、もうすごい高級な料理があるんですけど、まあ、家庭の味をね、はい、まず出していきたいなと思って、うんうんうん、でおばあちゃんたちの味っていうのはね、うん、あの私たちがいくらしてもねなかなかいい味が出なくて、うん、やっぱりおばあちゃんたちにはかないません、うんはい、そういうものに出会えるわけですね、このマホラバ物産館の、ね、あの、はい、僕も何回か行かせてもらって、はい、あの団子汁ですかね、はい、そうです、食べさせていただいたんですよ。ああ団子汁ってこうなんだっていうね、なんか新しい発見、はい、なんか僕らが今までこれが団子汁だって食べてたものは全然これ団子汁じゃなかったんじゃないっていうぐらい奥さんに怒られますよいやとっても美味しい団子汁、いやあのグランマ食堂という食堂なんです、はい、なんとヨッシーのお母さんも、うん、あのこう作られているものを出されてるんですよ、ね、あ、そうなんですよ、あの、はい、土曜日来られた時に、はい、まあ、これから あのお年寄りのためにっていうからうちの母親が、うんうんうん、あの昔からずっとこうあられとかね、はい、あのジャムとか作ってたんですよ、はいはい、でそれを、もう今はなきおかんっていう店があって、はい、そこに出してて、はいはい、まあ それが楽しみだったんですよね、うんうん、あの母親にとって、で そのおかんが亡くなってしまって、うんでまあ、高齢化のために閉鎖になったんですけども、うんうん、それをこう自分の腕を振るとこがなくなって本当寂しそうだったんですよ、
でまあね、僕らには時々あられを持ってきてくれたり、あの僕の兄弟あたりに送ったりはしてたんですけど、誰もこう褒めてくれないから。ね、子供は当たり前のように食べてたものだからね。そうですよね。それでね、はい、だったらあのもし藤原さんよかったらうちの母親の、はい、あのあられ食べてもらえませんって、はい、その時持ってきてもらって、はい、あこれ美味しいですねみたいな話で、はい、うちの母親の商品もお貸してもらうようになったんですよ。今ここにねお持ちしていただいてますけど、はい、本当あのよしこばあちゃんのよしと同じ字なんですね、お名前ね。よしこばあちゃんの揚げ揚げあられアップアップって、もうこの辺のネーミングはもうよしが関わってる。そうそう、揚げ揚げアップアップって、はいはい、これまたふわっとしたね、あの、うん、こうあの軽いいお菓子ですね。なんか懐かしい、それでね、あの、はい、次の日の、はい、あの落語の時に、はいはい、おばあちゃん持ってきていただいて、即に並べて、はい、したらもう即完売。あら、うん、まあ喜びますね。3分でなくなった。3分そうなんです、ね、すごいですね。で最後にね、並んでた人があらもないの、はい、ということでね、あ、うん、それからもう、はい、もう何度もね、あの発注しましたよ。わ、お母さんはもうじゃあもう今忙しいですね、あられ作りにね。もう、はい、もうやっぱり危機としてやってますよ、うん、そういう、はい、あこれなんか自分のなんかやってることが世の中にたまになってるんだなっていう、やっぱそういう感覚ってみんな必要なんでしょうね、老人になってもね。そうですね、そしてこの甘夏のマーモレードもよしこばあちゃん作なんですね。そうなんですよ、こちらももう元々作られていたんですか、家で。そうですね、うちの家で本当に在庫が余ってしょうがなかったんですけど、そうですたんびたんび持ってくるんだけど誰も食べなかったんだけど。こちらもどうですか。いや美味しいの。それでね、はい、もうもちろんあの手作りで添加物が入ってないというところがね、うん、もう皆さんにお受け、うん、これもたっぷり入ってますもんね、そうなんですよ。もうクラッカーにつけて食べたくなりますね。そうです、そうです、ね、はい、だからもうあのこの2つのね、うんうん、商品はあの今もあの発注しますけれど、うん、はい、あの注文が多いんですよ。はい、まあ、ここは今あのグランマ食堂の方には、うん、このよしこばあちゃんの商品だけでもなくたくさんまだまだあ、はい、あの置いてますけれどね、はいはい、私は特にね、うん、ここを中心に、はい、ただお店に置くのは面白くないのでね、うん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 、私が持って回るんです。持って回る、持って回る、はい、それで、はい、この、 あの物語を話すんです。おばあちゃんが作ってね、こうでね、ちょっと昔私たちも食べたでしょって話をしながらね、はいはい、おばあちゃんがね、はい、笑ってね作ってる姿をね、うん、あの話すんです。あ、なるほどね。そうすると皆さん、いや楽しいな、そのおばあちゃんに会いたいなとかね、うん、そんな話が出るので、はい、ただお店に置くだけは私嫌なの。そうやっぱりあの、はい、説明しながら、そうですね、うん、やっぱ全てストーリーが必要なんですよね、ストーリーがあったら初めてみんな興味を持つんだけどね、はい、並んでるだけだったらね。そうそうそう、確かにね、うん、でもあのグランマ食堂の方は今、まほろば物産館で日曜日のみの営業ということで、今はね、はいはいはい、厨房の工事が終わりましたら、はい、あの毎日休みなく、はい、毎日と思いますので、藤原さんが国先からやってくるわけですね。そうです。はい、であの、はい、なんかその第1、第3日曜日には、はい、あの絢爛落語の方が来て、はい、落語してくれるっていうことですよね。そうです、はい、今度は2日の日ですかね。今度2日の日でね、あの絢爛落語から岩本正則さん、うん、それから山田隆樹さんという方が、はい、あのお見えになります。はい、こちらの方でも落語寄せがあるという。そうです。明日なんです、はい、明日1時半から、はい、グランマ食堂の方で、はい、絢爛落語の寄席がございますので、まあ、それを、ね、見に来るだけでもね、で楽しいと思いますし、ね、費用は、はい、あの一応入場料500円、はい、でもあの、はい、お土産付きですので、はい、いいですね。知ってます、絢爛落語って、はい、あの、はい、矢野大和さんっていう人が、はいはい、やって今あ、まあ、ずっと落語をやられてて ね、その人のお弟子さんが集まって絢爛、はい、落語っていう会を開いてて、で実は藤原さんも絢爛落語の会員なんですよ。え、じゃあもう落語されるんですか、藤原さん。いやいや、もう私はその落語とかじゃなくてね、あの
恥ずかしいですけど、はい、あの矢野太郎さんとはあの人も行政の職員でお友達だったんです。そうなんで、あの人も社会教育長くやって、はい、あのずっと友達できて、はい、なんか同じような境遇の中を歩くんですよね、はい、二人が、はいはい、うん、それで今度高校でね、あの地域おこししたいよ、はい、おばあちゃんたちと笑いたいよって言ったら、はい、よし俺に任せろっていう感じでね、はい、あのもう1年間のスケジュール立ててくれて、なるほど、はい、皆さんあの、はい、ご協力していただいてます、はい、じゃあ4月もうあの明日からずっとあるという。そうですね、はい、で先ほど2日の日だけど、はい、今度は16日はどなたが来るんですか。はい、これ女性の方でね、あの和倉邸からちゃっちゃっちゃさんとあのよもぎさんという女性の、はい、話し家さんが、はい、女性の話し家も珍しいですね。珍しいですね、楽しいかもしれませんね、はい、こういうふうに、まあ、月2回、はい、あのもうこれからずっと行われるということですね。そうです、はいはい、日曜日ね、はい、あのたまたま行った時に落語が見れたら楽しいですね、はい、時間ははい、1時半からとなっておりますので、はいはいはい、その前に食事でもという方はぜひ食堂の方で、はいはい、お食事されて、ね、はい、まあ、これをお聞きの皆さんもね、はい、ぜひね、第1第3日曜日ですので、はい、1時半から行いますので、グランマ食堂うさまほろば物産館の方に行っていただければありがたいなというふうに思います、はいはい、皆さんよろしくお願いいたします。お待ちしております。はい、ということで本日のゲストは株式会社久能浦グランマ藤原真由美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、すいません。ここならきっとワクワクできる、みんな主役の人生、ワクワクしてる。いやいやながらやってることならそんなの全部若い女性のための創作童話、アスナロその4。ヒノキのその歩みが緻密で硬い体を作り、その光沢は汗の輝きで、そしてその香りは実は同じような香りをもともとアスナロも持っていたのに、その心を腐らせたために香りを自ら失っただけだったんだ。人を妬んだり自分を憎んだりして自分を愛することを忘れたアスナロと、自分への信頼と愛情を忘れなかったヒノキの二人の違いはたった一つ、慈愛の心だけだった。慈愛っていうのは自分を愛するって書くんだけど、少し説明がいる。自分の欠点や弱点や嫌なところはみんな持っているけど、そのすべてを自分だと認識することから始めなければならない。そしてそのすべてを愛することが慈愛なんだ。例えば親が子供に対する愛がそう。成績が悪いとか体が弱いとか乱暴だからとか、いろんな欠点や弱点や嫌なところがあるけど、だからといって親は子供を愛することはやめたりしない。そんな愛を自分に向けるとき、それが慈愛ってことなんだ。アスナロはヒノキから慈愛の心を教わった。そしてアスナロはヒノキのように自分を愛せるようになりたいと心から思った。自分の未来を諦めずに幸せをつかもうと思った。その幸せに向かって歩みを始めようと思ったんだ。そして明日こそヒノキになろうと思った。だからアスナロ。はい、ありがとう。はい、ね、まあその読んで、まあ、うん、一応の形がついたっていうお話なんですけど、はい、自分を愛する心っていうのはあの、うん、何もかも、愛される自分になるんじゃなくて、うん、悪いところとか欠点とかそういうのいっぱいあっても、それを全部自分だと認識してそれを愛することが慈愛の心なんですよっていうこと、うんうん、その慈愛の心を持っているから、ヒノキはヒノキであるし、うん、それがないから逆にアスナロはアスナロでしかないっていう、そういうお話だったんですよね、うんうん、
まあこれ、まあ普通の人間人に当てはめてみるとよくわかるんかなと思ってて、うんうん、ね、あのまあチャコだってこう、はい、そらチャコのことはみんな羨ましいと思ってるよ。目も大きくしてさあのね背も高くて美人でね、こんなね喋ってもちゃんと喋れるし、なんかすごく、はい、なんかいい、こんな風に生まれてくればよかったのになって、みんなチャコに対してこう憧れを持ってるのかもしれないけど、チャコはチャコなりにそうではないって思ってるじゃないですか。いや私も憧れている人がいますし、いいなといつも人を見て思ってますもんね、うん、そうですね、そうですよね、はい、だからそういう気持ちも全部含めて、はい、そんな自分を愛さないといけないっていうのが、はい、アスナの心なんですよね。そうですね、もう自分はやっぱり自分を可愛がって当たり前ですね。そうですね、はい、はい、あのね、美味しい、食事、ちょっとあのね、ダイエットしながらでも美味しい食事食べに行くのも慈愛なんですよね。いいじゃないですか。可愛がりましょう。はい。キロは総合デコカー、会社は明るく、社長は男。キロは総合デコカー、機械は最新、社屋は斬新。キロは総合デコカー、作る喜び、男の仕事、可愛い女性も活躍中。キロは総合デコカー、さあ一緒に働こう。ワクワクしてる。はい、藤原真由美さん帰っていかれました。本当にね、はい、すごいですよね、こう自分のことよりもこう自分の周りのお年寄りがすごく最近元気がない、うん、吐きがない、なんでみんなこんなに吐きがないのかなって思った時に、やっぱりやりがいがないからだっていうことに気づかれて、じゃあそのやりがいをみんなに与えるために私は頑張ろうって決められて、グランマ食堂を立ち上げられて、そこに高齢者の方たちが作られたような品物を並べて、それをが売れていくと、やっぱりね、うちの母親のやつも出してもらってるんですけども、それが売れたってなるとね、うちの母親喜ぶんですよ。全部売れてしまったって、また注文を受けたって、本当になんか嬉しそうに、そういう思いをこう一つずつ重ねると、元気のない老人もこう元気になっていくんじゃないかなっていうふうに思われた、思われて行動されてるっていうのがすごいなというふうに思いますよね。朝起きてね、何もすることがないと思ったら起きたくなくなるんですよ、うんうんうん、やっぱりね、ご高齢の方も朝起きてさあすることがあるぞと、うん、そうか、はあ、今日あれしなきゃこれしなきゃって朝起きた時に思う方が絶対幸せですよね。そう思います、うん、はい、そんな思いをねちゃんと組んでもらって、はい、ね、真由美さん、うん、今度こういう活動をなさって、はい、本当に頭下がるなと思って、はい、まあ、今回お呼びしましたし、うん、絢爛落語の、うん、僕もう2回 見させていただいたんですけど、はい、とても面白いんで、そうなんですね、ぜひとも皆さん落語を見るためだけにでもなんかグラマ食堂行ってやってほしいなと思いますし、落語ってね奥が深いんですよね、すごく見てても面白いですしね、うん、はい、はい、ぜひ聞かれてください、はい、今週もお聞きいただきありがとうございました。お相手は吉井清松、そしてチャココと佐々木久子でした。せーの、いいね。夢へと向かおう、すべてはイヤイヤするんじゃなくてワクワクしながらやっちゃおう。いつも全力出していれば疲れることもあるかもね。でもここならきっと充実感、やりがいある人生。いやいやながらやってることなら、そんなの全部やめちゃえば、ワクワクしながらやればきっと楽しい。辛いこともあるかもね。でもここならきっとワクワク
役の人生